松田製作研究所動画チャンネル、今回の、対談シリーズので渡辺哲也さん、あの経済評論家でいらっしゃいますが、お迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。あの渡辺哲也さんとはあの、まあ、討論番組でも何度かご一緒させていただいて、まあ、いつもなんかよくこんなことをご存知だなと簡単しておりまして、あの本もたくさんお書きになられて、今日もあの2冊ほどこう並べさせていただいてますけれど も、 もう毎月のように新しい本を出されてですね、まあ、どこからどうやってこんなに本を早いスピードで書くのかなといつもびっくりしてたんですが、とにかく情報が非常にしっかりした情報をですね、元にあの的確な読みをされているんでですね、あのぜひ皆さんにあの渡辺さんのですね、あの世界をどう見るかですね、それであのこれはもう私なりの捉え方ですが、あの今年は2019年ですけど、ちょうど30年前の1989年ですね、あのマルタ会談で米ソの冷戦が終結し、まあ、その時にまた、まあ、ベルリンの関連崩壊もあって、まあ、いわまあそこをきっかけにして、まあ、90年代に入って世界がグローバリズムといいますかですね、まあ、いろんな意味でのグローバリゼーションを活用したイノベーションも起こってですね、まあ、あの一つの大きな流れがあったのが、どうもこのところですね、このグローバリズムについても違う潮流が出てきたような感じがいろいろしますし、まあ、日本もちょうど1989年っていうのは平成時代が始まって、今年それが終わると、1989年は私がもともといた財務省では僕と大蔵省ですが、消費税を導入して、まあ、30年経って今年 10% まあなる、まあ、なるかならないかってまだ分かんないかもしれませんけど、まあそういうちょっと節目の、まあ、ちょうどこの30年が一つの区切りだったような印象がなきしもあらずで、まあ、あの90年代、まあ、いろんな意味で の、 あの技術革新でアメリカ一極になるような秩序形成が、あのソ連が崩壊してですね、その中で、まあ、あのいろんな流れがあって、どうもそこが最近一国主義が出てきたとかですね、あるいはあの日中の貿易戦争であるとか、ペンス副大統領の演説、日中冷戦体制、米中の冷戦構造というかですね、そういうなんかあの大きな流れを反転させたり、でそこにまたいろんな事件が起こっていると、でこの背景をどういうふうに見るのかということをですね、この基本的な流れというかですね、やっぱりこの大きな流れを抑えて個別の見ていくとですね、まあ、いろんな意味で将来のことも見えていくということだと思いますので、まずはあのここの、まあ、80年代から始まったのかもしれませんが、このところの大きな流れというか、はい、それがどういうものであったのかと、はい、そのあたりからちょっと渡辺さんからお話しいただければと思います。あの、はい、学校でですね、まず日本の学校で教える最大の間違いがまず私あると思ってるんですね、はい、それは貧しい国が豊かになると平和になるという考え方なんです。あの貧しい国が豊かになると戦争が起こる。なるほど。豊かな国が貧しくなると、いわゆる内乱や革命が起きるというのが現実から見た事実なんですね。それは確かにそうかもしれませんね、はい、あのマルサスの人口論っていうのがかつて、うん、あのお提案されましたけれども、はい、いわゆる資源の量が一定になった場合、はい、新興国、貧しい国が豊かになると先進国の取り分を奪っていってしまう、うん、これは戦争の要因になるわけですね、うん、で最大のものが食料で、うん、例えば皆さんあの昔ご年配の方はですね、病気にならないとバナナが食べられなかったとか、風邪ひかないと卵を食べられなかったということを経験されている方もいた、はい、ところが今ではですね、牛丼一杯380円とかいう世界に変わったわけですよね、はいはい、これは日本の食生活が、日本人の食生活が豊かになったということの裏返しなんですが、ところが例えば穀物のまま食べるのに比べて、鶏肉で6倍、豚肉で8倍、牛肉で12倍から15倍穀物を使わないと同じカロリーが得られない、うん、つまりみんなが豊かになると、うん、食べ物が圧倒的に足らなくなる、うん、それは要は貧困の原因になっちゃうんですね、うん、先進国における貧困、うん、新興国の富裕化イコール先進国の貧困化、うんうん、これが起きてしまったというのがここ10年、15年ぐらいの流れということになるわけですね。暗殺的な法則が成り立っちゃってる、成り立っちゃってるわけですね。あの、うん、特に食料に関してはあの水がベースになるわけですね。そうですね、水はありますね、確かに、はいはいはい、あの穀物の収量、どれだけ取れるかは水が原則なんです、はい、そうですね、はい、ですからアメリカの農地はどれだけ地下水が取れるかで農地の値段が決まるわけで、うん、なるほど。
その中で今中国人、例えば13億5000万人が日本人と同じ生活レベル、食生活水準に上がった場合、地球が2個いるんですよ。おっしゃる通りで、あの中国台頭したとちょうど WTO を加盟した頃前後に言われる言ってたのは、中国という国を地球は支えられるんだろうかと、はい、これが21世紀最大の課題なんじゃないかと言ったんですが、まさになんかそれがずっと続いている感じがしますね、その問題は。そうですね、中国の急激な発展が、いわゆる穀物価格の上昇や、はい、先進国の貧困化を招いてしまったと、でこの原因は何かということになるわけですね。そうですね、はい、でグローバリズムというものを定義すると、人、物、金、この3つの移動を自由にすること、これがグローバリズムになるわけですが、このグローバリズムの欠点というのは、あの人の値段まで同じになってしまうというところにあるんですね。あの例えば水槽があったとします。敷居があります。こちらが先進国の高い所得、こちらが新興国の低い所得、この敷居を抜いたとしましょう。そうすると先進国の人たちの所得が落ちて、新興国の人たちの所得がちょっと上がる、数が多いものですからね、こちら。これがグローバリズムによって人、物、金の移動を自由にしたことによって起きてしまった。これが日本人の賃金が上がらない理由でもあるし、ヨーロッパの混乱の理由でもあるんです。あの例えばですよ、ヨーロッパがでなぜ革命的なですねデモや、いろんなことが起きているか、フランスのですね黄金の乱を見ても分かるんですが、はい、イエローベスト文化ですね、はい、あれを見ても分かる。なぜ起きているかというと、新興国から低賃金のユーロ圏の国から、もともと最初はですねフランス語圏のアフリカからいわゆる低賃金労働者を引っ張ってきた、はい、でその後はユーロ圏、これ人物金の移動の自由化をしましたから、はい、宣言権ですね、そうですね、EU は。でこの安い低賃金の国からどんどん労働者が入ってきて、その結果ですね、もともとそこに住んでいた低賃金の労働者の人たちの仕事を奪う結果になってしまう。例えばフランス人が時給1000円で働いているとする、それを500円で働きますよという人が来た時に、経営者は500円を選ぶ、またはこの1000円もらってた人たちが賃金を500円まで落とさないと仕事が得られない、そういうことですね、うん、でこれに対してノーと言い始めたのがヨーロッパであり、うん、そしてアメリカファーストを歌うトランプ支持者たちだったわけですね、うん、そうですね、うん、でそのように見るとよく見えてくるのかな。本来はそれを打ち消すのがイノベーションであり生産性の上昇だはずだったんですけど、それは十分起こってなかったっていうか、逆に金融だけ儲けて格差拡大したっていう感じですね。いや、あのこの金融の崩壊も大きくな理由になってまして、うんうん、で先ほど先生おっしゃられたように東西冷戦終わりましたよね、西側資本主義陣営が勝ちました、勝ったんですが、その結果いわゆる金融資本主義、はい、行き過ぎた新自由主義という、はい、資本主義の権限みたいなのが生まれてきちゃったわけですね、政府はない方がいい、規制はない方がいい、で規制というものに対して多くの人たちが大きな誤解してるんですね、規制は何のためにあるのか、はい、規制は弱者を守るために本来あるんですね、で規制をなくすとなるとどういうことが起こるかというと、例えばですね、あの富士サファリパークで、はい、ライオンの檻と、はいはい、鳥の檻の間の柵をなくしたらどうなるかという現象が起きちゃう、はい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 、これが起きてしまった、ね、ただこれをごまかす方法として利用していたのが金融であると見る方法もあるんですね。あの今の国際金融機関というのは基本的に全部東インド会社がもともとなんですね、HSBC アヘン商人サッスンが作った植民地支配銀行、はいはい、スタンダードチャータード イギリス東インド会社で、彼らなどは何をしてたかというと、リーマンショックまでは新興国にお金を投資して、はいはい、物言う株主ということで、はい、儲けた分を母国に持って帰る、はいはい、金利で儲けて配当で持って帰る、配当で持って帰ってきた先進国は、それを第三次産業の拡大という形で、あの解消していた。なるほど、新興国から吸い上げができたんです、ところがリーマンショックによって、その吸い上げのポンプが
完全に壊れちゃったんです、うん、そうですね、確かにおっしゃる通りですね。でそこでまあいろんな現象が最近起こってきて、急にこの昨年ぐらいからですね、ガタガタと世界中が動いているように見えますけれども、はい、まあ、この流れに対して、このじゃあ今までのグローバリズムに対してですね、じゃあ反グローバリズムということで、このまま世界進んでいくのか、あるいはこれはもうトランプが一国主義で、まああのまあ、一国主義って言っても、あの結局はグローバリゼーションが進んだ世界ですから、これあのグローバリズムという主義主張をやっていくと、やっぱりいろんな歪みが起こる可能性があるけども、この辺りをどうしていくかとかですね、その辺渡辺さんどんなふうにご覧になってますか。いや、あの、日本の場合はですね、国際という言葉が大きな誤解を生んでるんですね、でいわゆる国際化とか国際っていうのは、もともとインターナショナル、はい、いろいろな統治体があって、 その話し合いをして物事を決めるのがインターナショナル、 それに対してグローバリズムっていうのは一つのルールで物事を動かす、はい、これ正反対のものなんですね、で本来国際社会っていうのはインターナショナリズムであったはずなんですよね。これがいつの間にかグローバリズムに変わった。ただこのグローバリズムの成立要件っていうのがあるんですね。それは一つのルールでみんなが動くこと、ところが今ですね、中国はマイオンルールを世界中に押し付けようとしてますよね。で、いわゆる知的財産権問題などを中心に、自分たちのルールでアメリカのルールは守らないと言い出してますよね。そうですね。そうなってくるとですね、このグローバリズムというものは成立しないので、結果的に価値観を共有する国、普遍的価値観というやつですね、そうですね、を共有する国とそれ以外という形で世界の分断が始まり始めてると。それがある意味経済においてはブロック経済化とも言えるんでしょうし、ファーウェイ問題をめぐる、あのいわゆるアメリカと中国の覇権争いにつながっていくんではないか。で、逆にあの皮肉なことに、あの中国が自由貿易を主張したりですねで中国こそグローバリズムの中でこう成長してきた国っていう、なんかお株がかもう逆転したような感じがして、こっちがグローバリズムを維持しつつ、こっちはやっぱこっちもグローバリゼーションだと言ってるというですね、そこはあのいわゆる中国的なグローバリズムというか、中国覇権主義ですよね、そこは帝国主義なんですよね。中国をどういう国家として見なすかということなんですが、中国は共産主義の国ではないんですよ、非常に沈んだ資本主義の権化のような国である、意味、ただこの資本主義の権化を一部特権階級が握っている、そうですね、簡単な言葉で言うと、巨大な開発独裁国家であると言えるわけですね、でアメリカはその点はまだフラットであると、そういう意味において、アメリカが言ってるのは今は自由貿易ではなくて自由で公平な貿易、そうですね、で基本的な問題として WTO にも書いてあるわけですけれども、外交は相互主義原則なんですよ、例えば日本人中国の土地買いませんよね、中国人日本の土地買いますよね、これおかしいじゃないかと言えるわけですね。その通りなんです、ずっと我々言ってきたことなんですそうなんですよね、ですからこういうものを是正しないのであれば、我々自由社会から出ていけというのがアメリカ側の言い分であると、そうですよね、いうことになる。それがその場合ですね、あの非常に例えば日本企業なんかも苦しい選択を迫られると思うんですが、まあ、かなり中国と相互依存関係ができちゃってる時に、まあ、確かにアメリカはそうだと、でもしかしたらアメリカから制裁食らうかもしれないから、やっぱり中国とビジネスやめようかと思っても、もうやめられないものもあるし、また儲けたい企業もあるかもしれない、そのあたりはこれから日本企業どうしたいのかって、その大きな流れで、ね、中国の最大の問題はですね、儲けても儲けたお金を国外に持ち出せないんですよ、ですから持ち出せない以上、儲けじゃないんですよ、厳密に言うと。だからもう日本企業もそこは考えなきゃいけないですよね。ですから、アメリカはあの今米中の貿易交渉やってますけど、この時に資本移動の自由を最低限認めろと言ってるわけですね。そうですよね。だから儲けたお金を持ち出せるようにならないと、まずは切り分けがなかなかうまくいかない。おっしゃる通りですね。いうことで、あとあの渡辺さんの本を読んで、あ、面白いなと思ったのは、あの元々地政学の概念で海洋国家と大陸国家という、あの対立っていうのがありますね。でそういう分類でこう世界をちょっと見てられるのを見たと、いわゆるフランスとドイツと中国というのは一括りになってるっていうのは、なかなか面白いなと思ったんですけど、フランスとドイツと中国なんですが、唯一微妙に違うのがフランスなんです、フランスっていうのは
質量インド品を中心に太平洋に海外の海洋領土の7割ぐらい持ってるんですよね。でフランスの太平洋の軍事基地って非常に重要な拠点になってまして、でここにフランス版エシュロンまで置いてあるという状況の中で、今ですね、あのつい先日安倍総理がですねヨーロッパ歴訪いたしましたけれども、その時に日英との間で一種の軍事同盟ともいえる完全な同盟関係を結んだと。で2プラス2防衛大臣外務大臣会談で岩屋大臣と河野太郎大臣とフランス当局との間で、これも一種の軍事同盟といわれるものを結んだと。でこの両国ともですね、東シナ海南シナ海両方とに艦艇を派遣して武器の共有を含む完全な対応をすると言っているわけで、やはりそのあたりは非常に大きなポイントになる。でやはりですね、イギリスのブレグジットというのが大きなこの転機になっていると思うんですね。なるほど、はいはいはい。イギリスはEU というものを含んで、うん、いわゆる大陸と併合一緒に生きていく道を一時選んだように見えた、はい、ところがブレグジットで大陸を捨てた以上、はい、海洋国家として生きるしかないんです、はい、これ転換が起こってるわけですね。転換が起きてるんですね、で、海洋国家として生きるということを考えたときに、当然大英連邦諸国との関係を強化する、ね、で、ね、でオーストラリアでもですね、一気に親中派の追い出しがそのあたりから始まりましたよね、はい、そうですね、あれは背後にイギリスがいる MI6 がいると言われていましてね、で当然そうなってくると日本との関係、はい、アメリカとの関係が重要になり、メイ首相はブレグジット決定直後にアメリカに渡り、アメリカとの特別な関係を約束した、はい、そして日本に来て日英の安全保障の特別声明を出したと、ということでイギリスとしては新たな海洋国家軍を作ろうとしていると。もともとイギリスはあの EU に入ってから曖昧になりましたけれども、アメリカにこうおんぶしてですね、自国の繁栄を確保するっていう戦略元を取ってた国がはずだったんですよね。おんぶするというか、アメリカを後ろからつついてついて、まあそういう面もありますけどね、はい、でそのあの渡辺さんの方に書いてあったのは、あのいわゆる、このパナマ文書が、はい、あれはあのイギリスの関係しているところがほとんどタクセイムになっ て、はい、そ, そこを打つっていうあの話があって、はい、それが どんな力学が働いてるんでしょうか。いやだから大英連邦諸国がいわゆるタック成分もともとほとんどなんですけれども、これに対してウォールストリートとシティの対立なわけですよね、ある意味そういうふうに見ればいいですね、はい、でシティ側は弱体化していく中で、ウォールストリートが再び覇権を握りたいという大きな動き、またいわゆるそのシティはですね、ヨーロッパとの金融センターでもありましたけども、ブレグジットも大きく変わらざる今状況になってるんですね、はいはい、でこれがヨーロッパに対するヨーロッパにとっての最大の今リスクにもなっていると、そのあたりはですね後半のところあたりで世界がこれからどう変わるかということで、はいはい、お話ししていったらいいのかなと思います。分かりました。あとあのもう一点ですが、あの今ファイブアイズの話が出ましたけれども、うん、まあ、日本がこう入ったらいいよと、入った、入れようという話になってきたっていうのは、あれでしょうか、あの日本はもともと諜報能力がない国ですけれども、そこのところで日本に声がかったっていうのは、なんか状況の変化があったんでしょうか。いや、いわゆる今までアジア太平洋だったのが、今、インド太平洋という言葉に変わり始めてますよね。で、これはあの安倍総理のセキュリティダイヤモンド構想。はい、のそのままのシナリオ通りなんですね、はい、このあたりのシナリオっていうのは、アメリカの保守派議員と日本側の保守派議員との間で練り上げてきたもので、日本の諜報能力のなさをアメリカなりイギリスが担保して、同時に日本の地政学的な位置づけを利用、地政学的な位置づけを利用すると。まあ、中曽根さんがですね、あの沈まぬなんとか不沈空母って言いましたけれども、巨大な不沈空母ですから、逆に言うとこの日本の、まあ、地理的な地政学的な価値が今上がってきてるという感じが、上がってきてると同時に、地政学的な価値が高いがゆえに隣との間の衝突も起きてるんですけれどもね、そういうことですね。あのじゃあこういう大きな流れの中で個別問題どう見ていくか、あの次の後半ということでよろしくお願いいたします、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。